これアンジュさんこんばんは。藁にもすがる思いのマロです。やんでね、メンヘラな子に冷めてもらう方法、またはいい受け流し方を教えてください。命の木構うな自分に余裕がないならもうなんか構うな構わんかった。やっぱ寄りかかりどころを探してるわけだから、てかやっぱね、メンヘラをかくまうなら自分も立てる時じゃないとダメ。やっぱこう一緒に倒れちゃうぐらいならね、メンヘラの支えになっちゃいけん。やっぱね、避ければその子も新しい止まる木を探しに行くから、そこでねもう断ち切るのが大事です。うん、遠慮しちゃってやっぱ私がいないとダメだからって思うじゃん。まあ、けど案外どうにかなるんよ。うん、っていう自分一番がマジでいいですよ。うん、やっぱりなんか構うことが悪なんじゃないけど、そこでそれで自分がダメになっちゃうならダメだから、やっぱ自分が一番の上で人を支えるべきだと思うので、離れましょう多分大丈夫だと思うけど、わかんないじゃん相手がどうするかって。もし仮にそれで相手に何かあってしまったとしても、あなたのせいではないから、うんうん、離れましょう。そんな感じですね。命の危機まで言うならマジで離れな。絶対それがいいよ。